11月2日午前の取引が終了しました。日経平均株価は小幅反落です。今日の全引けは昨日と比べて66円59銭安の 29,580 円49銭となりました。トピックス東証株価指数も 9.04 ポイント安、 JPX 日経400 95.41 ポイント安、それぞれ反落しています。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 32%、 699銘柄、これに対して値下がりが約 63%、 1370銘柄、変わらずが 5% 余り、112銘柄ありました。トピックス規模別株価指数もいずれも下落、大型中型小型揃って軟調な展開となっています。商いは通常のボリュームと言っていいでしょうか。今日の全引けの売買高5億7200万株余り、売買代金1兆3561億円ということですから、1日通して2兆円台半ばから後半、2兆円台後半ぐらいの1日通しての売買代金ということになりますから、まあ、最近としては通常のボリューム感、まあ、決算発表が本格化しておりますので、その分で、かさ上げされている部分も引き続きあるという状況です。今日は朝方から全体的に売り注文が先行しました。昨日日経平均株価総選挙の結果を受けまして754円高急騰したという動きもありまして、その反動から短期の戻り待ちの売りなどに押される展開となりました。日経平均株価朝方には180円余り下げて始まりましたが、その後は徐々に下げ幅縮小、下値では買い戻し押し目買いなどの動きも入りまして、徐々に下げ幅を縮めて、前引けにかけては結局下げ幅さらに縮める形で66円安という小幅な下げにとどまっております。昨日1日の欧米市場が上昇したといった流れが追い風となっている面もあります。昨日のニューヨーク市場ではダウ平均やナスダック指数など主要な3指数が揃って過去最高値を更新しました。好決算を評価する買いが入って主要な指数が最高値更新となった流れなどが東京市場でも追い風となりまして、朝方売り先行で始まった後、徐々に買い注文が入って押し戻す展開ともなってきております。決算発表がいよいよ本格化しているということで、個別の銘柄選別の動きも鮮明化しています。そういった中で今日は全体軟調の中で売られた銘柄といたしましては、ガラスを中心にした素材メーカーであります AGC5201 は朝方買い注文で始まりましたが、一巡後には売りに転じて軟調な展開となっています。 AGC は昨日の引け後に発表しました今12月期の第3四半期決算が好調だったということで、通期予想21年12月期通期予想も上方修正しました。ただ株価はこのところこれを織り込む形で先読みする形で高値圏で推移しておりましたので、今日のところは一旦材料出尽くし感が広がり、利益確定売りに押される展開となっています。逆に上昇した銘柄といたしましては、電子部品大手の TDK6762 が急反発しております。こちらも昨日の決算発表が材料、今3月期の第2四半期決算が好調だったと合わせまして、通期今3月期通期の業績と配当の予想を上方修正したことが素直に好感されました。純利益は従来の1000億から1100億に100億円上方修正、期末配当も4円従来予想から引き上げたという内容であります。以上、今日全引けの模様、東証アローズからお伝えしました。